私の名前は伊藤京子。落ち着きなさい。このルートなら誰の目にもつかないはず。一世一代の大勝負に出る女だ。これまでの私の人生は常識的に見れば幸せと呼べる部類のものだろう。行ってくるよ、京子。ええ、教職に就き、若くして結婚。夫の智樹は一流企業のエリートだ。子供だって共に女の子だが二人できた。お父さんの誕生日何送ろっか。ネクタイなんてどう？前見た時くたびれてたっぽいし。反抗期もおとなしく親思いのいい子だった。そんな絵に描いたような温かい家庭も私にとってはどこか物足りなかった。夫は真面目で面白くないし、娘たちもいい子ちゃんで可愛くないの。そうだな、ちょっとぶつかるくらいの方がいい刺激になるよな。そんな中で出会ったのが彼氏になる男性だった。彼は安定した稼ぎはないけれど、いろいろなことを知っていた。こういうバーって来たことある？ううん、私ってあまり遊んだことがないから。そんな見たことのないワイルドな世界に私はどんどん魅了されていった。そのうち今の生活が陳腐でつまらなく見えていった。おい京子、これはどういうことなんだ？見てわからないかしら。離婚しようって言ってるの。だから私は夫に別れを切り出した。娘の親権は向こうで、慰謝料だって私持ち。不倫していたのよ。全ての責任は負います。不倫の事実まで公表した。本当に離婚するのか？僕は別れたくない。私はもうあなたを愛していないの。しつこい男は嫌われるわよ。なのに夫は最後まで食い下がってきたのだから、めめしいったらない。こうして彼と再婚して刺激的な生活が始まると思っていたのに。俺子供は欲しいんだよ、男の子。え？彼が息子を欲したのだ。私の40直前で世間では高齢出産と言われる年齢だ。わかったわ、頑張る。よっしゃ、じゃあ早速仕込むか。リスクは大きいが、捨てられたくない一心で彼の願いを受け入れた。私はできる限り子作りのために努力した。伊藤さんの年齢ならまだ子供は望めます。頑張りましょう。はい。彼は稼ぎがないのできつかったけど、専門医の力も借りた。そんな頑張りの甲斐もあり、ほどなくして私はお腹に子を宿した。やったじゃん、男の子だよな。ならいいわね。一旦私はほっとした。けれど世の中というものは随分と残酷にできているらしい。う、お腹が。伊藤先生大丈夫ですか？学年末の繁忙期の中、不意に激痛が襲ってきたのだ。救急車で運ばれた私を待っていたのは、残念ですがお腹の子は助かりませんでした。そんな。苦い顔で医師が吐き出す無慈悲な宣告だった。あの人の期待感はすごかった。流産したなんて言えるわけがない。このことが知れたら私は捨てられる。かといってこのまま黙っておいても、待っているのは破局だけ。あの人と別れたら私は一人になってしまう。何か方法を考えないと。焦りから必死に頭を巡らせてみるが、解決策なんて浮かんでこない。夫に捨てられる未来を想像し、気が狂いそうになったその時、そうだ、盗んでくればいいんだ。私に悪魔が囁いた。幸いにもここは行きつけの産婦人科だ。新生児室の場所は分かっている。隠し持つための袋だってあるわ。適当に見繕って連れ出せば私の生活は安泰だ。だいたいここにいる母親たちは私と違ってまだ子供が産めるじゃない。そうよ、まだ作れるんだから一人くらい。そうして私は適当な男の子をゴミ袋に入れた。これで幸せな未来が約束されるわ。そのまま病院を出ようとしたその時だった。一体何をしてるんですか？誰か警察を呼んで。背後から現れた数人の看護師が私の体にしがみついてきた。子供が必要なの、話しなさい、話せ。多勢に無勢では勝ち目はなく、私は取り押さえられてしまった。逮捕された私を待っていたのは、彼からの別れの言葉だった。お前のような頭のおかしい奴と暮らせない、離婚だ。私はあなたのためにやったのよ。あなたが息子を欲しがったから。こうして仕事も家庭も全てを失ってしまったが、こんな私に手を差し伸べてくれる人がいた。智樹さん、どうして？悔しいけど僕はまだ君のことを愛しているんだ。だから捨てられなかった。苦笑いを浮かべる智樹さんを見て、私は自分の間違いに気づいた。私はなんてバカなんだろう。僕はずっと待ってるから、しっかり罪を償っておいで。はい。こんな優しい人を裏切り切り捨てようとしたなんて。面会で智樹さんはああ言っていたが、関係修復はそう容易ではないだろう。子供たちもきっと私のことを許してないでしょうしね。それでも私は向き合おうと決めた。彼のためにも二度と間違うわけにはいかないから。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。